皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのゴシです。今回は沼津中央高校のオープンスクールとオープンキャンパスのお知らせになります。オープンスクールとオープンキャンパスってちょっと名前ね、2つこう似てるんですけれど、内容は違います。オープンスクールというのは高校生が授業をやっているのを見学するもの、それに対してオープンキャンパスというのは実際にそれぞれのコースの授業を体験できると、こういうものが含まれているんですね。さて、オープンスクール、11月の12日の土曜日、この日に開催されます。見学する時間帯が3つに分かれていて、この3つから1つを選んで見学する、こういう形になっています。最初の時間帯9時30分から10時30分、2つ目の時間帯は10時30分から11時30分、そして3つ目が11時30分から12時30分と、このようになっています。これ実際にね、学校の先生のお話だと、もしこの沼津中央高校に入ったら1年後自分はこんな勉強をしてるんだ、こんな風に勉強をしているんだと、そういう風なものを感じてほしいと、このようにおっしゃっていました。で、オープンキャンパス、この受付は11月の1日からになるんですけれど、このオープンキャンパス開催は11月26日の土曜日、午前の部と午後の部に分かれています。午前の部9時30分から11時30分、午後の部13時30分から15時30分です。内容はまずオープニングがあって、その次学校の代表の挨拶で、学校の紹介とコース体験、ここで、授業体験ができるわけですよね。これ5つのコースがあるので、それぞれの体験、自分が、入りたいコース、体験してみたいコースを選んで、授業を受けることができると思います。それから相談コーナーと部活の見学、これがあります。で、中学生の方参加する場合は必ず制服を着用、それから筆記用具と上履きも持参してくださいと、このようになっています。申し込み、事前申し込みが必要で、こちらのチラシがある方、このチラシの QR コードから申し込むことができます。チラシを持っていない方はどうぞ、中央高校のホームページ、こちらから申し込むか、直接学校に電話して問い合わせをして申し込んでください。今回は沼津中央高校のオープンスクール、オープンキャンパスのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。